はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビージです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッドイランプレイ続きやっていきましょう。前回イエメンにね、攻撃を仕掛けましょうかという話をして最後終わったと思うんですけども、方針を変えました。今回エジプトの攻略に入っていきます。で、その他変わった点としては、まずウズベキスタンとの戦争が終わっています。割譲させたというところですね。あとはですね、まず徴兵制を変えています。大規模徴兵に変わっているというのと、ジハードも入っているとか、もろもろの事情を鑑みた上で、大規模な徴兵を行っているという状態です。まあ、軍拡軍拡軍拡とこういったところになりますね。ではエジプトに対して早速ね、宣戦布告の準備を行っていきます。でさらにですね、核施設も増強してまして、現在3つの原子炉を用意しているというところで、飛躍的に核爆弾の製造速度が上がっているという状況です。これはかなりのプラスになっているかなというふうに思っています。なので核を惜しみなく使っていきましょう。で、師団の編成の方もですね、実は少しマイグレーションしてまして、ご覧の通り対戦車砲兵を入れています。というのもですね、エジプト結構ね、戦車が多くて手こずるというのがあったので、まあ、戦車をねしっかり叩けるような形を想定して対戦車砲兵を入れたというところですね。あと師団としてはですね、第4革命防衛隊というのを新たに創設して、ここに師団を新兵を集めている状態です。資源不足、中国から資源を輸入しましょう。まあ、唯一と言っていいと思うんですけど、もう貿易をしてくれるのがね、もう中国だけ、という状況なので、気づいた時には中国に、関係改善を行っておきます。忘れちゃうとね、いつの間にか中国との関係が悪化しているなんていうことがよくあるので。ではエジプトに対して宣戦布告を行っていきます。先制布告と同時にね、核攻撃を行っていきます。展開しているところに核をぶっ放す。まずは3発同時に核を撃っておきましょう。まだ3発残ってますからね。核を撃ったところで回路まで一気に軍を進めていきましょう。ちょっと一旦時間を止めて、強襲上陸に成功した部隊がいるので、この部隊を使って後ろから攻撃をさせていきます。これでね、挟み撃ちにしましょう。先制の核攻撃が効いてるね、やっぱり。どっかでまたね、手こずるところがあれば、まだ残っている核を撃てる用意はあるので、核攻撃を行っていきます。まあ、できればね、核攻撃、使わずに終えたいんですが、ここの都会作戦がやっぱりちょっと手こずるかもしれないね。手こずるようであれば核を撃つ。都会作戦に成功するか失敗するか、そこですね。ちょっと部隊が上陸した。国境防衛2軍が苦戦してるな。できるだけ早く到達してあげたいね。
中国との貿易が状況変わった？大丈夫か。中国へに定期的に定期連絡を入れておかないといけないので、中国に対しては関係改善、今もまだ入ってますね。大丈夫です。ではこのままエジプト戦続きを見ていきます。ちょっと手こずっちゃってる部分あるのかな。なんとかね、都会作戦を成功させて先に進んでいきたいところではありますが、できればもう核は使いたくない。ちょっとここでね、線を引き直していきましょう。そういえばインペラトルローマではね、エジプトを使ってプレイしてましたからね。というかまだゲームプレイを終えたわけではないんです。最近ちょっと、更新が滞ってますが、インペラトルローマではエジプトを使ってますからね。さあどうする。ちょっとここで苦戦があるな。核攻撃を行おう。核が撃てない。制空権を確認。ああ、制空権が取られている。どうする？制空権が取られている以上は、制空権を奪還しましょう。まずは、マルチロール機。ちょっとマルチロール機の数が足りていない。さらに無人機も投入しよう。ここはね、確実に制空権を取り返す。であとはおそらくなんですけども、ウズベキスタンに展開していた、これらの航空兵力を移動させましょう。もう今ここにね、これらの航空兵力を置いておく必要性は全くなくなっているので、これらを使っていきます。よし、制空権を奪還したね。力押しな感はありますが、そしたら核攻撃を行っていく。どこに核を撃つのが一番効果的かだよね。うん、国境防衛に行くのが壊滅してるな、いつの間にか。まずはここに一つ、ここにも一つ。もう一つ。悪の所業になりますけどね。ちょっとこの辺りで補給がきつくなってきてるな。部隊が密集しすぎてて。
全面核攻撃によってエジプトの侵略が進み始めました。本当にもう核をね、惜しみなく使ったという、まあ、えぐい戦い方をして、まあ、これが事実であれば、国際社会からのとんでもない批判とさらされると思うんですが、まあ、ゲーム上の話ということでご容赦ください。で、一応ですね、今エジプトの方の大半を平らげつつあるということで、このまま、エジプトの方をね、丸呑みにしていきましょう。もう時間の問題かなというふうには思いますので、まあ、特段、特別な作戦などは指示せずに、そのまま攻略を行っていきます。まあ、全面核攻撃と言っていいと思うんですが、それによってね、エジプト軍をズタズタにしたという形です。まあ、核がなければ逆に言うと勝てなかったですね、おそらく。エジプトを、全て割譲させましょう。これでエジプトがイラン領になったという形ですね。まあ、エジプトを倒したことによって、まあ、一気に今後の戦略の幅ができたんじゃないかなと思います。例えばリビアなんですが、ここ戦力、まあ、50師団もないかなという、まあ、その程度の数ですね。スーダンに関しても、まあ、50から60師団ということで、まあ、我が、イラン軍に比べるとね、数としては微々たるものかなと思います。まあ、残念ながら国境防衛2軍が壊滅してしまったという、まあ、悲しい出来事はありましたが、この国境防衛4軍をね、まず2軍に変更。さらに、国境防衛5軍を4軍に名前変更と。ということを行って、一応連番にはしておきましょう。戻します。じゃあ次の目標ね、リビア、スーダン、まあ、どちらにするかというのも考えつつですね、アフリカに一大イスラム帝国を築いてアメリカとの聖戦に備えていきましょう。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。